はようございます。8月12日木曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。まずは9時の予想天気図からご覧ください。西日本から東日本にかけて前線が停滞するため激しく雨が降るところがありそうです。その他でも傘が活躍する一日となります。では改めてアイコンでお天気を見ていきましょう。東海から西日本にかけて大雨嵐アイコンが採用されているところがあり、災害級の雨に警戒が必要です。道路の冠水や河川の増水、土砂災害の発生に注意をしてください。天気が荒れている際の無理な外出はお控えください。そして関東や北陸など日差しが届くところでも雨の可能性がありそうです。北日本では東北の太平洋側ほど雨が降りやすく、日本海側でもにわか雨の可能性があります。北海道では北のエリアほど日差しが届き、日中は過ごしやすい体感となりそうです。その他のエリアの気温を見ていきますと、30度前後まで日中は上がっていきます。蒸し暑い体感となりますので、引き続き熱中症対策はしっかりと行うようにしてください。以上12日の天気をお伝えしていきました。